それでは発表を始めさせていただきます。ご当健係数4年、長谷川寛治です。題名は、結晶化形の熱力学的な安定性の評価です。よろしくお願いします。皆さんは高校科学で同素体について学習しました。同素体には異様があり、これには射法異様と単射硫黄がありました。このように同じ物質でも 異なる結晶が存在します。同素体では同一の原子のみで構成されていましたが、有機化合物で構成される場合、これを結晶系と言います。特に、医薬品になる有機化合物は構造が複雑なため、複数の結晶系を持つことが多いです。結晶系が複数あることを結晶多系と言います。有効成分が同じなら、作用は変化しない、 と考える方もいると思いますが、実際にこの結晶多形が原因となった事件が過去にありました。1997年に承認されたエイズ治療薬のリトナビルでは、1型結晶のみが知られていました。しかし、販売後に1型結晶よりも安定である2型結晶の混入が発見されました。 二型結晶が少量でも含まれていると製造過程で一型結晶から二型結晶への転移が起こりそれによって溶解性の低下が問題となりました溶解性の低下は生体内でどのような影響を及ぼすのでしょうか薬物が生体内で処理されるとき大きく4つのプロセスがあります錠剤やカプセル剤を飲むと 溶け出した薬物が腸壁を通過して体内に取り込まれます次に解毒等を行う肝臓へ運ばれその後心臓によって血液とともに患部に分布しますそして役目を終えたものが腎臓でろ過され排泄されます溶解性の低下はこのプロセスの中の1吸収される量の低下を引き起こし 薬物の効き方に影響します。このことから、生体内で処理される過程での溶解性の重要さ、また、溶解性を変化させる要因の一つとして、結晶多形があることが分かったと思います。僕の研究の目的としては、結晶系によって異なる安定性を正しく評価することです。結晶の安定性は、 熱エネルギーを与えた時の融解するまでのエネルギー量に対応するので結晶多形において融解しやすいものが溶解しやすいですそのために結晶系による安定性の違いを今回は分子運動性の指標であるエントロピーで評価することにしました僕の研究ではインドメタシン という医薬品を使用しましまたこのインドメタシンは湿布剤やクリーム剤でよく使われていて薬局でも目にしたことがあると思いますこれは高和のバンテリンですまた小林製薬のアンメルシンを知っているかもしれませんこのインドメタシンにも結晶多型が認められていて純安定系のアルファ型結晶 安定系のガンマー型結晶が主に知られています。今回はモデルとして、このアルファ型結晶とガンマー型結晶の安定性を評価します。そのためにまず、市場では売られていない純安定系のアルファ型結晶を調整することから始めました。調整できたかを知るために、アルファ型結晶とガンマー型結晶の結晶系の違いを 粉末 X 線解説測定装置、通称 XRPD で測定しました。また、ガンマ型結晶と調整したアルファ型結晶の融解エントロピーを算出するために、示唆操作熱量測定装置、通称 DSC で測定しました。結果です。左側のこのグラフが、 XRPD の結果ですこのグラフは上から、えー、実際に測定したガンマ型のパターン結晶構造データベースからの情報をコンピューターで計算して得られたガンマ型のパターン同様に実際に測定したアルファ型のパターンコンピューターで計算して得られたアルファ型のパターンとなっています横軸は X 線を結晶に当てるときの角度 そして、縦軸はその時跳ね返ってきた X 線の強度です。これは結晶形によって固有なパターンです、えー。実測のパターンと理論計算のパターンが一致していることがわかると思います。このことからアルファ型結晶を調整することができたことがわかりました。続いて、右側の、えー、DSC の結果です。 横軸が温度、温度で、えー、縦軸がどれだけ発熱、吸熱したかを示します。この DSC では室温から誘拐する温度まで、えー、上昇させていって誘拐すると下に一つのピークが出ます。実際に誘拐開始温度、融点が分検値と一致しました。また、この吸熱ピークの面積、 からえ下のように有感エントロピーを算出することができました次の展望としては、純安定系のアルファ型結晶の中にガンマ型結晶が含まれるときのアルファ型結晶からガンマ型結晶への転移エントロピーを算出することで、どのような比率で転移反応が活発に起こりやすくなるのかを考えていきたいです。 これで僕の発表を終わります。ありがとうございました。